これで完成です。ワンちゃんを遊ばせる、普通それが大前提ですね。年賀時期にしようかなと。お客様がここのドマもナンバリで貼っちゃってくれと。僕で撮ったところはちょっと空間が空いちゃうんで、レンガアーチを作りたいと思っています。ここがちょっともう全然ポイントがないんで、お着物とお花の世界にしてあげようかなと。一応花壇の色も決まりましたもんで、まあジョリパッドですけど、で塗ります。でこの色合いをやっぱりこちらの方の基礎、天井なんかの基礎の部分においても全部この色合いを持ってきたいんで、その部分もジョリパッド塗ってしまいます。はい。で一応ですね、お客様やちょっと菜園やったりなんかいろいろとお好きなんで、作業的に必要な道具入れというかものをここに作ります。こういう狭いところでも作るんで、ここは柱を利用してちょっとがっちりというよりは、まあ、がっちりになるんですけど、コンパネですね、耐水コンパネ、まあ、ちょっと厚みがあるやつで、それで組んじゃおうかなと思ってます。そうですね、この既存のあった縁石もこれもちょっと汚れてるんで、あのジョリパッド使って塗っちゃいます。まあ塗るっていうかデコボコしてるんで、この形をやっぱりそのまま維持したいんで、まあペンキのような感じでちょっとジョリパッドを薄めてハケで、うん、これは塗れないハケで塗るような形で全部一応同じ色に仕上げていきます。
で今日ここの変装を全部こういう形で交互に貼っていきます。ベタ片方だけじゃなくて両方にやって、この空間を開けて風の抵抗がなくなるんで、まあ風通しもそういうものよろしいんで、交互に貼る形といいます。でこの素材は自然木じゃなくして人工木に移植します。自然木の方は熱を吸収する耐久性はいいですね。まあ2つ売ってきてお客様の好み、まあそこは判断に委ねるという形ですね。はい、これがフェンスですね。結構重さはありますけどね、ただ1枚だとあれだから中間にやっぱし1800入れないとちょっとたるみがこういう形で、まあ厚みがねないから、まあだから間に通報とか通媒法とか入れてますけど、このベンチもですねちょっと長年使って、ちょっとフェンスと同じ素材で一応ちょっと貼る。今日このままもう貼っちゃいます。食材はもうお客様の方がいろいろ好きなんで、うちが空間を作ればお客さんが自炊したり走るままにするかっていうのをお客さんがやっていただけるんで、我々今こう食材室の方に鉢だけちょっと置いておくだけで終わりです。はい、これで完成です。
やっと完成しました。まあ一応こんな感じで。そうですね、まあ、鉢の数は今同じなんですけど、この手菓子は結構幅取ってましたから、その分すっきりしたんじゃないですかね。こっちも一応木蓮を取って、まあ、すっきりこれをシンボルとした形のセミシャラを、まあ、ちょっとこう植栽がしやすいデザインに持ってきました。ここはもうまあ、ワンちゃんを放したりするんで、まあ一応入り口はここになりますけど、まあ本来ここにね、フェンスをやってワンちゃんが行けないように自由に移動できるような感じのやつがありますから、こんな感じですね。まあ本来ね、鉢植え、我々地植えにだけど、本当にそれを楽しみに自分たちで好きに植えたいという趣旨がありましたもんで、ご主人がバラが好きなんで、バラを多分フェンスができた時点で花がしたり、なんかそういう演出があると思いますから、一応このような形で鉢ごと置いてありますけど、はい、そう、ここであれば、それほどホースを、短いホースの分で水をやれますから、まあ、ここの中心となるアリでアクセントとして、まあ、設けましたね。はい。で、あと、パーゴラと、でパーゴラも前にあったオーニングをそのまま生かした形で再利用、まあ、パーゴラに取り付けるような感じで、一応、このような感じで。まだまだこのオーニング使えるんで、そうそうですね。雨の時でもある程度しのげます。それで手前の方はバラで絡ますこともできますし、でちょっとこのスペースが空いたんで、まあ小さな物入れを一応このような形で作らせてます。まあ、これあるといろいろとずっとしたものはこれで入れることができますから、まあ作業はこの辺でもいろいろとできる状態になった空間になったと思います。はい。そうですね。やっぱりこう結構人通りが多いんで、車との交通でワンちゃんがいるんで、あまり直接見えるっていうのはワンちゃんも吠えちゃうんで、でまあ全部塞ぐよりは風の通り、やっぱり植物こっち置いてあるんで、10線明かすことによって風の通りが出ますから、強風ではもう抜けますから。まあ、こうやればほら今こうやってここから風がちょうどこっちの高さ道路より高いんで少しこう見えますけど、道路からだとちょうど面が重なり合って目線が見えない状態になってます。あとこれはもう今まで人工の芝生だったんですけど、どうしてもワンちゃんで走ったりするのにドロンコになっちゃったり、今回は全部人工芝にというのもじゃなくていいし、まあ、ワンちゃんのここで遊ばせるのにも非常に遊びやすいかなと、ワンちゃんを遊ばせるつことがありましたから、それが大前提ですね。はい。ちょっと離してここのスペースで遊ばすことができると思います。はい。ボール持っといて。
まあ、よしよし。はい、行こう行こう。よし。はい、ボール。ボール。ボールは？これで一応全部工程が終了です。ガーデニングリメイクということで、まあ、ちょっと面積的にちょっと植物で困った部分をちょっとこうやって植物を取るだけでもいろいろと使えるという、まあ、これで皆様に見ていただければありがたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。何回ぐらいかいろいろと見ていただきましてありがとうございました。